天使のモーニングコール。今日はまずリスナーの皆さんからのメッセージをご紹介します。先日放送した閉塞感を打ち破るための大きな志の大切さ、それから言い訳廃止について、この放送をお聞きになった方からたくさんいただきました。神奈川県のペンネームなんつって王子さん、放送で言い訳廃止のお話があり、善は急げでその日の朝すぐに仕事場のパソコンにマスキングテープを貼り、言い訳廃止とマジックで書きましたとのことです。それから沖縄大好きさん、愛知県の40代男性です。私は今まで言い訳ばかりしてきたので、言い訳廃止の張り紙をするのに感心しました。自己限定を取り外して大きくなりたい、放送を聞いて幸福の科学に興味を持ちましたといただきました。よかった、ありがとうございます。それからこちらは福岡県のキノピーさんです。高校2年になる男子です。部活は吹奏楽部でチューバを吹いています。4月になれば新入生が入ってくるけれど、チューバパートに新たな後輩ができたら自分はどう接していけばいいのだろうと、もうすぐ進級の季節かと思いながら毎日不安で仕方がありませんでした。そんな中で印象に残ったのが今回放送の高い志でもって閉塞感を打ち破れという教訓です。これから先みんなから頼られる立派な先輩を目指し、自信を持って未来に突き進もうと熱い気持ちになりましたといただきました。まあ、もう本当にこういうメッセージいただくと嬉しいです。頑張ってくださいね。どれぐらいチューバパートの後輩できたかな。ラブコさん、20代女性の方です。初めてメッセージを送ります。ありがとうございます。始めたこと、新年から日記をつけ始めました。その日あったことのほかに、やりたいこと、その時考えたこと、気持ちなどなど、お気に入りの手帳に書いていますとのことです。皆さんから始めたこと、続いていること、続かなかったことなどメッセージでお待ちしているんですけれども、それに早速、答えていただきました。このように毎週各地からたくさんのメッセージをいただいています。今日も聞いてくださっている方に生きるヒントにしていただけるような仏法真理をお届けしたいと思います。新年度が始まりました。新しい環境で新生活をスタートしたという人は、初めての生活に不安を感じながらも期待に胸を膨らませてもいることでしょう。今年は入社式をオンラインで行った会社も多いそうですよね。コロナの影響は日本経済にも影を落としていますから、働けるだけでもありがたい、そう感じている人もいると思います。やってやるぞと内なる決意を固めている人もいると思います。社内研修とか、早くも実践の場に見習いで出ている人もいるでしょうか。先輩や上司の側から見ると、新入社員のフレッシュな姿に感化されるものなんですよ。会社に活気も生まれますしね。今日は新社会人の方をはじめ、聞いてくださっている皆さんにエールの気持ちを込めて、本当の成功へと至る生き方、考え方を仏法真理からお届けします。ではまず仕事をする上での基本的な心がけについて、不動心という書籍からこの一節をお聞きください。物事は何でも結局のところ基礎ができているかどうかが肝要です。これは個人についても会社などの組織についても言えることです。基礎がなければ個人も会社も弱いものです。人間はいろいろな物事に対して判断したり行動したりしますが、その根底にはその判断や行動の材料、原動力、元意となるものが必要です。その意味では何らかの蓄積がなければ人間は判断や行動ができないのです。
基礎の部分が厚ければ厚いほど、あるいは重ければ重いほど、その人の判断と行動に重厚さが増してくるのです。基礎作りは子どもの時代にだけすれば良いのではありません。成人してからも、産まずたゆまず、基礎の部分を作っていくことが大事です。木は根から水分と養分を吸い上げる努力をし続けていますが、それでこそ大木になっていけるのです。よく言われることではありますが、まず基礎作りの大切さをお伝えしました。社会人1年生なら仕事の基本動作を身につけたり、業務知識を勉強したりすることにあたるでしょう。この時期は仕事といってもお茶汲み、コピー取り、社内の環境整備といったいわゆる雑用と言われるようなことをやらされることも多いですよね。一日中書類をシュレッダーにかけていたなんて人もいます。でも単純作業と思えるものも、少しでも周りの人の役に立とう、何か創意工夫はできないかと考えることで、仕事の質はぐんと上がります。上司から言われた用事を雑にやるから雑用になるのであって、心を込めてやればそれは立派な仕事になります。こうした仕事に対する心の態度、マインド形成も基礎作りの一つでしょう。植物はまず大地にしっかりと根を張ってから上に伸びていきます。だからこそ大木となっても倒れません。この順番が大事。基礎を厭わずしっかりやった人はその後の成長速度が違います。それは基礎と言われるものの中に、過去の先人たちが成功したり失敗したりした経験と知恵が含まれているからです。そうした先人の知恵を学んでおけば、それが判断や行動の材料となって、無駄な試行錯誤はしなくて済みます。いち早く仕事で成果を上げたいと思うなら、急がば回れのことわざ通り、基礎をしっかり身につけるのが成功の一番の近道なのかもしれません。でも基礎作りの時期は直接的な成果に結びつかないことも多いです。淡々とした努力の日々は退屈で、実際目標に向かっても一歩一歩しか進まず、ちちたる歩みにもどかしくなり、もう努力なんてめんどくさい、早く成功を手にしたいなんてこと言いながら投げ出したくもなるでしょう。そんな時はぜひ幸福の革命の一節を心に留めて思い出してほしいと思います。決して結果主義者になってはいけません。ゴールを目指すことは当然ですが、ゴールに到達することのみをもって成功としてはなりません。ゴールに到達するまでの間、いかなる精神状態でいかなる努力を積み重ねて生きたか、その過程をこそ成功と呼ぶのだということを知ってください。それは数十年の長きにわたって続くものであり、根性においてその数十年の間に手にした成功感覚は、
永遠の人生を貫いていくものになると私は確信しています。成功とは結果ではなく努力の過程そのものということでした。目から鱗が落ちる言葉です。これは人間がこの地上に生まれてくる目的は魂修行のためという霊的人生観にも通じます。人生を山登りに例えることもあります。もし頂上に登ることだけが目的ならケーブルカーやヘリコプターで行った方が早いでしょう。でも一歩一歩自分の足で山を登るとき、山道に咲く小さな花、湧き水、ふっと顔を上げたときに開ける視界の景色に感涙し、頂上にたどり着いたときの達成感は言葉にならない感動ものでしょう。そこに道を楽しむという人生の妙理があります。努力は単に辛いもの、忍耐するものと思うのではなく、努力そのものを楽しむことができればあなたはすでに成功者の仲間入りです。ではここで大川隆法総裁の説法をお聞きください。だから皆様方には情熱の天才であってほしいし、努力の天才であってほしいし、忍耐の天才であってほしいし、また継続の天才であってほしいというふうに思いますね。続けていくこと、これが大事なことですね。積み重ねていくこと、これが大事なことです。その効果はもう後になればなるほど絶大な効果を発揮して、違いはもう歴然としてくるものがございます。いや、継続なんですよ、積み重ねなんですよ。これを積み重ねていくうちに普通でなくなってくるんですよ。その途中までだったら誰でもできる領域があるんですが、それを重ねていくうちに普通でなくなってくる時がある。積み重ねで実は非凡な実績が出てくるもんなんですね。その辺のことを知らないで結果だけを見て世間の人は判断なされますけれども、本当は水面下の努力というのが人間を作っていくものなんですね。だから私は単純なこう生まれつき頭が良くて、それで結果的に勉強はよくできて仕事もできてというふうなのをですね、まあ言われる人もいるんでしょうけれども、そういうものはあまり信じない方です。信仰と言っておりながら申し訳ないけれども、やはり努力に応じた結果が出てくるというふうに見ておりますし、その努力の出方ですね、結果の出方に人によって早い遅いは当然ございますけれども、いずれやっぱり継続する努力は実を結んでくるということですね。ウサギとカメの話がありますけれども、足の速いウサギは速く走っていて途中で昼寝していて、後から来たカメが追い抜いていくという話がありますけれども、あまりにも有名すぎる話ですけれども、人生の真実だと思いますね。だから今は大きな差があると思っていても、コツコツと努力しているうちに意外なところまで進んでいくものなんですね。それを知っていただきたいというふうに思います。これをまあ仏教で言えば縁起の理法という、まあ原因があって、まあ努力精進というまあ条件が加わって結果が出てくる、結果が出てくるその時間は人によって差は多少ございますけれども、努力は何らかの形で必ず報いられるようになるということを信じていただきたいと思います。お聞きいただいた説法は書籍真のエリートを目指してに収められています。この世を貫く法則に原因結果の法則があります。縁起の理法とも言いますが、この縁起の理法はくらませないと言われています。努力は必ず報われるということを信じて
そして努力自体を楽しめれば、おのずと成功の道を歩んでいることになるでしょう。天使のモーニングコール、幸福の科学の今をちょっとだけ切り取ってごく簡単にご紹介します。人類を本当の幸福へと導くための教えを説き続けているのが大川隆法総裁です。各地の支部では礼拝室でお祈りする人、総裁の法話を学ぶ人、地域の方々への伝道活動をする人など様々ですが、みんな共通して縁ある方にこの世界の霊的真実を伝え、自分も他人も幸福の道を歩み、より良い社会を築くことを目的に生きていらっしゃいます。総裁の説法の内容は本当に多岐にわたっています。人生の意味、心のこと、霊界、地球の未来、政治、教育、国際情勢、またここ約10年は霊言や宇宙存在のリーディングなど宇宙の真実も探求し、随時一般公開しています。ほとんど本屋さんで手に入りますけれども、支部などにしか置いてないものもありますので、お気軽にお問い合わせください。ちなみに今週末は家庭ユートピア祈願大祭という宗教行事が各地の支部などで行われる予定です。結婚、安産、子育て、学業成就、家内安全など家庭に関しての祈願がいくつかあります。そして今の日本の問題や世界情勢の霊的な真相についても日々発信されています。アメリカ大統領、中国国家主席の霊言、ミャンマーの問題に関する霊言やリーディングも公開されています。ぜひ日本や世界の未来を考える上でも聞いていただきたいです。そして今各国が声を上げている問題の一つが、香港、ウイグル、チベットなどでの人権侵害についての問題。月刊ザ・リバティやワッツ幸福の科学という布教誌などで、ぜひこのあたりも独裁国家に対する正しい見方も知っていただきたいなと思います。では一曲ここでお送りします。水の革命、原曲の詩と曲は大川隆法総裁、今日は中国語バージョンを歌うメラードさんでお届けします。什么在问我做了什么？ Do you know 蒙古你做了什么？中共在香港做的事受到了全世界的谴责。现在正需要延续因为韩良农的精神，站出远航冷冻之神。Power to the people, power to the people, 明
ご視聴ありがとうございました。今回のおすすめ書籍はこちらです。購入に関しては画面右上または概要欄をクリック。興味がある方はお近くの幸福の科学の支部庄社にお気軽にお越しください。その際に天使のモーニングコールを聞きましたとお伝えください。チャンネル登録高評価もどうぞよろしくお願いいたします。